だとやってきましたが、茂木大臣頑張ってくれましたけれども、日本のトヨタがオーストラリアから撤退をすると、現地生産を。トヨタはおそらく5割のシェアを持ってたと思います。アメリカのビッグスリーは大体2割ぐらいのシェアだったと思います。アメリカの皆さんも撤退と。あとは韓国と、あれで、ヨーロッパの車ですが、韓国がまもなく関税がゼロになる。日本は戦い切れるかというと、そうはいかない。そんな甘いもんじゃないから、やっぱり日本の自動車も早くオーストラリアにゼロにしてもらわなきゃならない。そうすると、オーストラリアと日本で牛肉の交渉をうまくまとまるかまとまらないかとやってきましたが、これはなかなか今度の TPP 本体への影響力が非常に落ちてしまったと、残念ながら。オーストラリアの政府が自動車に対する補助金を出さないと、こういうことになってしまったと、こういうことです。そして、アメリカの自動車関税はどうするか、こういうことありますが、これは撤廃は決めたけど、年数決まらない。そして、アメリカからいろいろ来ました。安全基準をどうする、あるいは自動車でエコカー減税はやってくれるの、くれないの、それから、型式登録は全部1台ずつ見るの見ないの、PHP というのがありましたけれども、その中の一部については、日本は聞かざるを得ないという決着が近いかと思います。さあ、農産物どうする？非常に厳しい要求が今でも続いておりますが、私どもはどうしても公約を守ったと。この結果を出さないわけにはいきません。最終的な判断、私は常々石破幹事長にご相談をしております。そして今週1週間は私どもにとってアメリカの姿勢も見えてきます。日本の出すべき姿勢も見せないわけにはいかないと思います。そこで大きな決断の時が来るかもしれません。来ないかもしれません。来た時には、私は、私一人では、これは判断しかねますので、私は石破幹事長に相談をして、ご指示をいただこうと思います。そして、私どもの組織は、役員が50人ぐらいいます。約50人ぐらい。佐藤勉先生も、総主幹ということで、座ってもらってるんです、現実には。そしてそういう知恵を全部集めてですね、さあ、日本でアメリカの要求をどう受け止めるという判断が今週にかかっております。私も今週は所在をはっきりしておけと、どこへも行くなと、こういう指示をいただいておりますので、その中で詰められるものは詰め切りたいと思います。そして21日の深夜にシンガポールに立ちたい。こういうことでございます。難しい交渉です。しかし、公約を何としても守り抜かなきゃなりません。アメリカの要求なんか聞いたら公約なんか全然守れませんから、ここで、今、日本へ帰国の飛行機に乗っておる甘利大臣との話が、どういう形でこの効果を及ぼすかと、こういうことになりますが、わざわざアメリカまで交渉に行ったんですから、これを聞かないことは私はない。必ず少しは聞いてくれる。そこから交渉を一週間かけてやらせていただきます。私は貿易の工業部分を攻めまくってきていただきました。そしてまだまだ細かいのたくさん詰めなきゃならないルールがありますが、ルールはもう着地点にすぐ届く。こういうところまで来ております。そして農業交渉で日本が蹴りまくったら、日本が壊したと、こういうことが言われないような状況を見ながら、最終決着を図っていきたいと思います。国会の中で、茂木経済産業大臣には、ものすごい、この農政の皆さんもお世話になってきました。ここ緩めてもらっちゃ困るんです。佐藤国対委員長には、全体の采配をいただいております。そして、柳衆議院にはいつも会議に出てきては、農政は大丈夫か、農政は大丈夫かということを言われております。
それから、上の参議院議員は今政府側でありまして、今給料一番高いんですからね、そうでありますが、心配をするために会うために日本の TPP 守ってねということを言われております。そして私よりもホワイト顔の高橋克典参議院議員で、まあ、私の方が優しいってみんな言うんですが、これ高橋参議院はものすごく今地方の代表、地方の代表で頑張っていますが、農政をうんと勉強してくれました。こうやってみんなチーム栃木で今頑張っておりますので、皆さんにそれを報告をし、そして今日はご出席いただいた平井先生はじめ、県議会の先生方、大変お忙しい中、本当にありがとうございます。そして市町村長の皆さんも、団体の皆さんも本当にありがとうございます。多くを語りたいんですが、これでも20分話しましたので、今日は記者の皆さんもいますから、記者の皆さんには、後で私はじっくり懇談をしながら言えることと言えないこと、言えないことが大半ですが、懇談だけします。どうぞご理解をいただきたいと思います。皆さんに心から御礼を申し上げて、ご挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。